お元気ですか、ボクシミです。今回は新宿中村屋の東京洋食熟成欧風チーズカーリーを、食べていきたいと思います。早速ね、袋を開けてご飯によそって食べていきたいと思います。はい、さらにね、ご飯とルーを添えてね、早速食べていきたいと思います。これはね、ウーロン茶でございます。特に意味はございません。置いといてね、早速ね、食べていきたいと思います。これチーズ入りのカレーですからね、チーズとカレーはね、多分相性がいいってことはね、多分想像つくとは思いますけどね。では早速食べていきたいと思います。いただきます。思ったよりもね、すごくね、クリーム、なんかチーズのね、感じがね、出てきてね、これね、多分カレー好きもそうなんだけど、チーズ好きな方もね、結構いいと思います。スパイスはね、それほどね、効いてないですね、もう一口食べてみたいと思います。どっちかというと甘口かな。ちょっとね、ピリッとしたちょっと辛みもね、ちょっと若干来たような感じがしますね。もしよかったらですね、こちらのね、新宿中村屋の、このチーズ入りのね、チーズカリーをね、食べてみてはいかがでしょうか。でね、金曜日か土曜日もね、カレーをやりたいと思います。後ほどね、コミュニティの方にも上げておきますが、こちらでございます。元気の源ゴーゴーカリー、これをね、今度は次回やりたいと思います。はい、ね、以上でございます。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。